まあ、オデッセイハイブリッドが車検に行っててですね、お休みの日なんですが、オデッセイハイブリッドがありませんので代車でお借りしているですね、ホンダインサイトに乗っております。ホンダインサイトはですね、ホンダの初代のハイブリッドですよね。 IMA っていうシステムがあるんですけども、それを搭載した車ということになります。僕が乗ってるオデッセイはですね、 IMMD でですね、今でいう EHEV ということになります。この初代の IMA のシステムはフィット、フリード、あとシビックハイブリッドとか CRG ですねに搭載されていました。昔々にちょっとだけ職場の車でフィットハイブリッドには乗ったことあったんですけども、インサイドに乗ってですね、じっくりこの IMA に乗ったのは初めてだったので、乗ってみた感想なんかもですね踏まえていろいろと喋りながらですね、ちょっとこの車検に出すためのですね、お金を下ろしたりとかガソリン入れたりとかしながらですね行こうと思ってます。この IMA に乗って思ったのはですね、モーターのアシスト感が意外と強いなって思ったことですね。特にあの低速域ですよね。グッと踏んでしまうとそこまでなんですけども、速度がそれほど出ていない領域ですかね。モーターがしっかりとアシストしてくれてんだなっていうのをよく感じます。この車両はインサイトの中でもインサイトエクスクルーシブという 1.5 リッターのエンジンを搭載したモデルです。エンジンの性能は変わりますが、モーターの性能は変わりません。で、 IMA のシステムはですね、僕が今乗っているオデッセイハイブリッドとは違って、モーターで走るというよりかはもうほぼエンジンで走ってですね、モーターがアシストするといった感じになっております。なので感覚的にはガソリン車乗ってんのとほぼ変わんないですね。いいガソリン車に乗ってるって感じです。で、乗り心地もですね、ホンダらしく若干固めだとは思うんですけども、めちゃくちゃ乗り心地が悪いとかそういう感じではなくですね、ちょうど良い硬さって言ったらいいですかね、そんな感じです。もっと硬いかなって思ってたんですけど、全然そんなことなくって、この車はすごく軽い感じがするので、おカーブとか曲がっていく時も結構よく曲がりますよね。滑らか。カーブがね、多いところとかを走っても、なかなか気持ちよく走ってくれるなっていう印象を僕はですね、受けます。ただ今、トンネルとかですね、ライトとか HID とか LED とかが搭載されていないんで、めっちゃ暗かったですね。夜とか走ったらめっちゃ暗かったんですよ。普通に走っててでする分にはものすごくいい車なんじゃないかなと思います。ただあのモーターのアシストがない時とか、グッと踏み込んだ時とかでアシストがなかったら、そんなにパワーがある車ではないので、ああ速いっていう感じの車ではないとは思いますが、アクセルをこうしっかりと踏まない領域ですよね。信号止まってるところからの加速とか、交差点からの加速とかですね、一般的に使うところの加速でモーターのアシストがすごく得られてスムーズに出てくるので、絶対的な速さはですね、それほどじゃなかったとしても、まあ、モーターのアシストの恩恵をすごく受けているんだなっていうのは感じます。以前にフィット2の RS ですね、 1.5 リッターのエンジンを積んだやつを購入して乗っていましたが、それと比較してもですね、
IMA のハイブリッドシステムの方が出だしの加速がですねすごくスムーズな印象を受けます。体感的にはアクセル踏んでない領域が気持ちよく加速するので速い車なんじゃないっていう風な感覚を覚えます。モーターがアシストするところで得意なところっていうのが最初の出だしの加速をしていくところだと思うので、そういうところでしっかりモーターが使えてるっていうのはやっぱりすごくいいなと思います。街乗りとかしててもスッと走ってくれるんで、なんか運転しやすいという印象を受けます。いやこの年代の IMA も悪くないですよね。絶対的なパワーがないにしてもホンダらしい気持ちいい車だなと思います。ただこのブレーキを踏んだ時ですね、この CVT の制御だと思うんですが、僕はこの止まる時ですね、走行中にスピードを落とすのにブレーキを踏むのにはそんなに思わないんですけど、最後止まろうっていう時にブレーキを踏むとですね、ちょっと違和感がある時もあるんで、そこが僕は苦手ですかね。で、アイドリングストップはついています。僕はあまり好きではないんですけど、エンジンメインでこの車走ってると思いますので、まあ、アイドリングストップがかかった状態からアクセル踏むとちょっとだけ違和感ありますかね。僕の感覚があんまり好きじゃないですね。僕はこういうタイプの車は好んで乗る方じゃないので、プリウスとかこのインサイドとかですね、これセダン型って言ったらいいんですかね、乗ってみると本当に運転しやすいし、あ、すごいいいなと思いました。で、この車マニュアルモード搭載されています。S モードにして手元についているパドルを操作すると自分でシフトを変えながらですね走ることができます。今2速なんですが、ここから気持ちよくですねぐーっと加速していってくれます。ただ今はですねバッテリーがすっからかんのマークになってるんであんま加速しないっすね。パドルのシフトを使いながらこういう感じで走ることもできるというのがこの車の楽しみの一つですね。まあ積極的にね普段パドルを使うってことはないのかもしれないですけど、もうずっと今だったら2速固定で走ってるんですが、こういうことができるのも面白いです。まあ多分ねドライブに入れてる方がスムーズに走るんですよ。ドライブに入れてると、やっぱりいやマニュアルの方が面白いな。こういう道に来たらですね、こういう風に遊べるのも面白いですよね。そんなにスピード出さなかったとしても、なんかこうエンジンをこう回して走るっていう感覚が味わえるのは面白いなと思います。で、別にそういう風な、なんていうんですか、遊び心で使わなくても、今から下りが続いていくってなった時にパドルでしっかりと速度が落とせるので、なんかもうブレーキを無用に踏まなくてもいいんですよね。これはすごくいいところだと思います。すっごい雨になってきた。これすごいな。こういう風にパドルが使えるっていうのはすごく面白いと思いますし、まあ、グレードによって違うみたいなんですけどね、積極的にパドルを使って走るのを楽しむということもできます。あ、で
この当時のやつって下にタコメーターがあって上に速度メーターがあるんですけど、これ視点がね悪いと見えないです。今わざとねポジションをちょっと外してて速度メーター見えるようにしてるんですけど、別に椅子の高さを僕は上げなくてもいいんですけど、ちょっと上げないとスピードメーターが全然見えないので、椅子の高さを上げてます。ちょっとねハンドルのこの部分が速度メーターに被るんですよね。まさかこんなに雨が降ってくるとは。拳2個ぐらいですかね、僕のシートポジションに合わせてですけど。で天井は拳僕で1個入る、あいらないぐらい。で後方視界は。こんな感じ。トランクも開けてみることにします。こんな感じになっていまして、トランクはですね意外と広いんですよね。そして後ろのシートはですね6対4で倒すことができまして、リアシートを倒すと広大な空間が生まれます。ほぼフラットな状態なのですごく使い勝手がいいと思います。オデッセイハイブリッドの車検の間にですね、台車で借りていたインサイトに今回は乗ってみました。この車、インサイトはですね、1.3 リットルの IMA を積んだインサイトと、1.5 リットルのエンジンを積んだインサイトエクスクルーシブとありまして、今回借りたのは 1.5 リットルプラスモーターの IMA を積んだインサイトエクスクルーシブということになりました。長い距離を走ったわけではありませんので燃費のことなどはですね言うことができませんが、走り出しなどはモーターのアシスト感をしっかりと感じることができますし、スムーズに加速していってくれますので街乗りなんかはですね快適にこなすことができるなという印象を受けました。そして 1.5 リッターのエンジンでですね必要十分なパワーはありますので、普段使いでですね燃費が良ければこの車でもですね十分いいんじゃないかなという印象でした。普段はオデッセイハイブリッドに乗ってドライブ動画やオデッセイハイブリッドのことなどをお話しする動画を作っております。そしてたまに車のこととかをですね話すような動画も出しています。よろしければチャンネル登録の方よろしくお願いします。